こんにちは。阿蘇市食生活改善推進協議会一宮支部です。今日はカブのポトフを作ります。今回教えてくださるのは大空さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして器はこちらです、阿蘇市のスローガマさんの器を、貸していただきました。スローガマさんのご紹介は番組の最後に載せておりますので、そちらもぜひご覧ください。では大空さん、はい、今日はカブのポトフ、うん、はい、時期でもありますので、ね、そうですね、カブが美味しい時期ですね。まずはカブを、はい、これ半分に切ります。はい、この根は離さないで、そのままですね。そのまま、はい、これからちょっと芯を切って、はい、一口大ですね。お水を入れます、はい、それにコンソメ、はい、ね、先にコンソメスープを作っておくんですね、はい、ちょっとね溶かしておいて、はい、それにカブ、はい、玉ねぎ、玉ねぎ大きいけどね、はい、白菜、白菜を、結構野菜からもね水分が出てくるの で、はい、これちょっと蓋して炊きます、はい、じゃあその間にベーコンを、うん、大体3センチぐらいの幅に切ります。なんかね、ベーコンが入るとこれまだちょっと後で入れますので、美味しいですもんね。結構煮込む時間が長いので、その間にね、他のおかずを作ったりとか、そうです ね、便利ですね、うんうん、これがあるとちょっとこれでぬくもるまで炊くからですね、うん、もう一度ちょっと熱を、装いが変わりましたね、様子が変わりましたね、うん、すごく素敵です。豆乳がぬくもったらですね、うん、出来上がり、うん、わー、おいしそう。カブのポトフの完成です。美味しそう、もう湯気まで美味しそう。今回もたくさん他にもおかずを用意していただいてありがとうございます。では早速いただきます。いただきます。美味しい、ね、しがその味、優しい味、タイのお出汁も出てるし、コンソメちょっとね、臭みが苦手な人もよく知って、地産地消クッキングでは阿蘇市にある窯元から器を提供していただいています。阿蘇市小里にある阿蘇スローガマでは陶芸教室も行われています。実際に土に触れ、お気に入りの器を焼いてみてはいかがでしょうか。